配信者に嫌がらせをした。アンチするならここまでやらんとアンチにならん。荒れるコメント欄。俺はほとんど毎日 TikTok や YouTube を開く。住所を特定して自宅の郵便受けに汚いゴミを入れたり、ライブ配信や動画のコメント欄で住所を晒したり、ここまでやる奴は多分他にはいない。大抵のアンチは誹謗中傷コメントしかしない。他のアンチとは一味違う。毎日毎日接着剤みたいに粘着して、住所も本名も全部特定してネット上にばらまいて、今日も俺は手作りのチョコスモアを片手にショート動画のコメント欄を開く。いつもと変わらない風景、新しい動画、またいつも通りの住所。くだらないことしか言わんアンチどもは見て楽しむ観葉植物に過ぎない。でもその積み重ねがいずれ人の命を奪うことになる。こんな日々に疲れてしまった俺は必死になってそいつの全 SNS を特定して嫌がらせをすべてスクショした。今までの分全部。今度は俺がお前を訴えてやるよ。ツイッターを見るとそいつはこんなツイートをしていた。今日も嫌いな配信者に嫌がらせをした。アンチするならここまでやらんとアンチにならん。荒れるコメント欄。俺はほとんど毎日 TikTok や YouTube を開く。住所を特定して自宅の郵便受けに汚いゴミを入れたり、ライブ配信や動画のコメント欄で住所を晒したり、ここまでやる奴は多分他にはいない。大抵のアンチは誹謗中傷コメントしかしない。他のアンチとは一味違う。毎日毎日接着剤みたいに粘着して、住所も本名も全部特定してネット上にばらまいて、今日も俺は手作りのチョコスモアを片手にショート動画のコメント欄を開く。いつもと変わらない風景、新しい動画、またいつも通りの住所。くだらないことしか言わんアンチどもは見て楽しむ観葉植物に過ぎない。でもその積み重ねがいずれ人の命を奪うことになる。こんな日々に疲れてしまった俺は必死になってそいつの全 SNS を特定して嫌がらせをすべてスクショした。今までの分全部。今度は俺がお前を訴えてやるよ。ツイッターを見るとそいつはこんなツイートをしていた。今日も嫌いな腰に首を噛まれたい。歯型がつくくらいに思い切り噛まれて唾液まみれになって幸せを感じたい。こんなこと想像したらもう絶対に気持ちいいと思う。私は頭の中で想像した。画面という壁の向こう側から他人に幸せを享受する存在。推はファンを幸せにする。ただ存在しているだけで幸せにする。それが推しだ。心の拠り所だったり、癒しだったり、リアコだったり。ファンにはいろいろなパターンがあるけれど、これは間違いなくリアコだ。愛されたいがためにネットストーカーまがいなことをする子だっている。推しに近づくために住所や本名を特定したり。でもそんなことするのはもはやファンじゃなくてただの犯罪者もどきだ。昨日作っておいた抹茶ケーキを食べて紅茶を飲む。やっぱり抹茶は美味しい。リュックにつけてある推しのストラップと缶バッジ。これ以上ないほどの幸せそうな顔を見ながら私は言った。あのさ、好きなのはいいけど変な方向には行かないようにね。すると顔を赤くしながら友達は言った。うちさ、推しに首を噛まれたい。歯型がつくくらいに思い切り噛まれて唾液まみれになって幸せを感じたい。こんなこと想像したらもう絶対に気持ちいいと思う。私は頭の中で想像した。画面という壁の向こう側から他人に幸せを享受する存在。推しはファンを幸せにする。ただ存在しているだけで幸せにする。それが推しだ。心の拠り所だったり、癒しだったり、リアコだったり。ファンにはいろいろなパターンがあるけれど、これは間違いなくリアコだ。愛されたいがためにネットストーカーまがいなことをする子だっている。推しに近づくために住所や本名を特定したり。でもそんなことするのはもはやファンじゃなくてただの犯罪者もどきだ。昨日作っておいた抹茶ケーキを食べて紅茶を飲む。やっぱり抹茶は美味しい。リュックにつけてある推しのストラップと缶バッジ。これ以上ないほどの幸せそうな顔を見ながら私は言った。あのさ、好きなのはいいけど変な方向には行かないようにね。すると顔を赤くしながら友達は言った。うちさ、セーラー服おじさん、いつも短めのスカートを履いて毛だらけの足を露出させながら駅の改札を通り抜ける。頭にはウィッグをつけているから一見すると黒髪のロングヘアに見えるけど実際はハゲている。駅のホーム内では他の人たちから避けられていて、周囲の子供たちからはいつも気持ち悪いって言われてるけど、どうやら本人は完全に女子高生になりきってるみたいだった。私はいつも見て見ぬふりをする。その姿を見るとなんだか心が痛くなってくるから、初めのうちは気持ち悪いって思っていた。でもある時から見ているこっちが恥ずかしくなるようになった。いわゆる共感性羞恥だ。世の中にはいろいろな人がいるけれど、まさか身近にこんな人がいるなんて想像もしていなかったから、世界は思っているよりも狭いのかもしれない。ある時私は思い切って話しかけてみることにした。どうしてそんな格好してるの？そう聞くと少し恥ずかしそうにしながら彼は言った。ただの性癖だよ。夕食中、この日はタコライス。その食卓で私は何も言えなかった。だって
私のパパはセーラー服おじさん。いつも短めのスカートを履いて、毛だらけの足を露出させながら駅の改札を通り抜ける。頭にはウィッグをつけているから、一見すると黒髪のロングヘアに見えるけど、実際はハゲている。駅のホーム内では他の人たちから避けられていて、周囲の子供たちからはいつも気持ち悪いって言われてるけど、どうやら本人は完全に女子高生になりきってるみたいだった。私はいつも見て見ぬふりをする。その姿を見ると、なんだか心が痛くなってくるから、初めのうちは気持ち悪いって思っていた。でも、ある時から見ているこっちが恥ずかしくなるようになった。いわゆる共感性羞恥だ。世の中にはいろいろな人がいるけれど、まさか身近にこんな人がいるなんて想像もしていなかったから、世界は思っているよりも狭いのかもしれない。ある時、私は思い切って話しかけてみることにした。どうしてそんな格好してるの？そう聞くと、少し恥ずかしそうにしながら彼は言った。ただの性癖だよ。夕食中、この日はタコライス。その食卓で私は何も言えなかった。だって、私のパパは。うるせえな、ババア。母さんに向かってそう言った。悲しそうな顔をしながら、何も言わず母さんは玄関のドアを開けて家を飛び出していった。その直後の出来事。外からドンという大きな音が聞こえて、驚いて様子を見に行くと、母さんが頭から血を流して倒れていた。車線をはみ出してきた大型の乗用車に跳ねられて、アスファルトに思い切り頭を打ちつけたらしい。即死だった。押し寄せる罪悪感。俺は部屋にこもり、誰にも気づかれないようそっと首に紐をかけた。親孝行も何もしてあげられなかったことがただただ悔しくて。悔しくて。ごめん、母さん、俺、何もできなかった。俺はその場に泣き崩れた。母さんがよく作ってくれたエッグインミートローフ。あの味は一生忘れることはない。母さんが亡くなってちょうど5年が経つ。今日は母さんの命日。お墓に花を供えて線香を焚く。俺はあの日のことをまだ鮮明に覚えている。絶対に許さないから。俺は母さんが亡くなった日と同じ日に死んだ兄ちゃんに向かってそう言った。あの日、あの時、母さんに説教されて。短気な兄ちゃんは、うるせえな、バーバー。母さんに向かってそう言った。悲しそうな顔をしながら、何も言わず母さんは玄関のドアを開けて家を飛び出していった。その直後の出来事。外からドンという大きな音が聞こえて、驚いて様子を見に行くと、母さんが頭から血を流して倒れていた。車線をはみ出してきた大型の乗用車に跳ねられて、アスファルトに思い切り頭を打ちつけたらしい。即死だった。押し寄せる罪悪感。俺は部屋にこもり、誰にも気づかれないようそっと首に紐をかけた。親孝行も何もしてあげられなかったことがただただ悔しくて。悔しくて。ごめん、母さん、俺、何もできなかった。俺はその場に泣き崩れた。母さんがよく作ってくれたエッグインミートローフ。あの味は一生忘れることはない。母さんが亡くなってちょうど5年が経つ。今日は母さんの命日。お墓に花を供えて線香を焚く。俺はあの日のことをまだ鮮明に覚えている。絶対に許さないから。俺は母さんが亡くなった日と同じ日に死んだ兄ちゃんに向かってそう言った。あの日、あの時、母さんに説教されて。短気な兄ちゃんは姉ちゃんとキスをした。姉ちゃんはファーストキスを奪った。リビングで二人きり。恥ずかしくて抵抗できずにいると、姉ちゃんは口角を上げながらからかうような目つきでじっと見つめる。ねえ、初めてでしょ。視線をそらしながらうなずく。言葉遣いも口遣いも慣れていたから、多分今までたくさんの男とこういうことしてきたんだと思う。初めての状況で頭の中が真っ白になり、僕はただその場でじっとしていることしかできなかった。バレたらどうするつもりなんだろう。姉ちゃんが考えていることがもうよくわからなくて、僕はじっと姉ちゃんのことを見つめた。テレビでは進撃の巨人が流れていて、さっき作った超大型巨人白玉は食べかけのままだ。そろそろ終わりにしようか。こくりとうなずく。僕は何事もなかったかのように足を進めて部屋の窓を開けた。なんか最近蒸し暑いね。なんだか変な感情になって僕は下唇をぐっと噛み締めた。ちょっとトイレ行ってくる。足早にトイレへと向かい、用を足してリビングに入ろうとした時、そこで僕は衝撃の光景を目の当たりにした。この日はうちに僕の親友が遊びに来ていて、僕がトイレに行っている間に親友は姉ちゃんとキスをした。姉ちゃんはファーストキスを奪った。リビングで二人きり。恥ずかしくて抵抗できずにいると、姉ちゃんは口角を上げながらからかうような目つきでじっと見つめる。ねえ。初めてでしょ。視線をそらしながらうなずく。言葉遣いも口遣いも慣れていたから、多分今までたくさんの男とこういうことしてきたんだと思う。初めての状況で頭の中が真っ白になり、僕はただその場でじっとしていることしかできなかった。バレたらどうするつもりなんだろう。姉ちゃんが考えていることがもうよくわからなくて、僕はじっと姉ちゃんのことを見つめた。テレビでは進撃の巨人が流れていて、さっき作った超大型巨人白玉は食べかけのままだ。そろそろ終わりにしようか。こくりとうなずく。僕は何事もなかったかのように足を進めて部屋の窓を開けた。なんか最近蒸し暑いね。なんだか変な感情になって僕は下唇をぐっと噛み締めた。ちょっとトイレ行ってくる。足早にトイレへと向かい、用を足してリビングに入ろうとした時、そこで僕は衝撃の光景を目の当たりにした。この日はうちに僕の親友が遊びに来ていて、僕がトイレに行っている間に親友は、